本村です。今日は前回話した弾く感覚をもとに天柱について話していきたいなと思います。前は弾くキックっていうのは超優れたアイテムなんだよって話をしたんですね。でまずそれを知った方がいいと思うので、こんな感じでね、一旦もはや受け身みたいな動きをした方がいいと思うんですよ。ここだけ切り取るともはや天柱する気ないよね。でちょっとそれっぽくするとこうで、同時進行で開脚の前方倒立回転とかをこのようにね、できるようにしていくといいと思います。ここちょっとポイントあってね、一生反り続ける感覚で回りたいんですよ。故に一生床を見続けること、正確には踏み込んだ時の床の一点を見続けるっていう感じかな。なぜかっていうと、天柱の時立つために一刻も早く足を床につけたいですよね。そしたら答えはマックスで反り続けるだからですね。つまりね、頭を戻すのは最後の最後。感覚的に言うと、最初につく足の感覚研ぎ澄ませておいて、ついたって思ってから上体を起こしてくる。同時じゃないよ、思ってから。そしたら、わかるかなこれ。頭が最後の最後に戻ってくる感じ。頭カクンとしてるでしょ。なんだけど、最初はね、反ったまま着地するっていうのがね、できた方がいいかもしれない。なぜかっていうとね、頭戻して着地しようとしたら、そのタイミングがこう早くなっちゃって、反るのは早くやめちゃう可能性があるから。反りをやめて頭を戻すっていうタイミングは、足がついたと思ってから。これがとっても重要。そしたら、以上のこと踏まえて、ジャンプしながら前方倒立回転をするっていう感じだよね。最初はやりやすい高さの段差を使ったらいいかもしれない。なぜなら段差使うとね、台に登り切った時にほぼ踏み込みのベストポジションになるからなんですよ。そうすると弾くキックをしやすい。最初はキックのタイミング遅めにすると前に行くからいいかもね。そしたらね、台にぶつかる心配とかも減らせる。慣れてきたら台の上からやってみるといいと思う。気をつけたいのはね、歩幅。ベストな踏み切りの歩幅っていうのは、最初に行った練習でキックが弾けるぐらいの歩幅なんだけど、台の前後幅が小さいとね、ベスト踏み切りの歩幅にならない可能性があるんだよね。あとは多分ね、軽くステップとか刻むと思うんだけど、そうすると前に行き過ぎないように気をつけないとね、前行ったら終わりは決まってるから、前足がね、遠慮しないんだよ。遠慮しないと落ちるからね。そしたら歩幅が狭くなってベストじゃなくなるってことだね。これね、結構無意識になるから気をつけて。で、ある程度できてきたらマットだね。これがまあよくある失敗パターンだと思うんだけど、これ全然弾けてないんですよ。ちょっとね、わかりやすく上に弾いたらこうかな。見た目で比べるの難しいから、さっきと比べてなんとなくキックが違うと思えたら OK。弾く方向はね、前がいいのか上がいいのかっていうのはね、ちょっと人によって変わってくるんですよ。前に弾くと回転をサポートしてくれて、上に弾くと高さをサポートしてくれるんだけど、自分にとってどっちがいいのかっていうのは、その人のね、振り上げの強さとか柔軟性とか、こうステータスによって変わってくるんだよね。回転力足りてなくねってなったら前に弾いた方がいいだろうし、それで前に弾きすぎて今度高さがなさすぎかもってなったら、さっきよりもちょっと上に弾いた方がいいだろうしね。そういう微調整、それってその人のステータス次第で細かな方向って変わってきますよね。もちろんどっちも最低限っていうのはあるけどね。だからそれはね、もう回数やって己の最適な、ね、角度を見つけるしかないんだよね。という感じで最後は微調整っていう話です。じゃあバイバイ。